はい、動画をご覧いただきありがとうございます。今日開けていくのはこちらですね。はい、これは前の動画で前チャンネルの前原さんとエイシン君と一緒に京都鉄道博物館に遊びに来ました。その時にした京都鉄道博物館限定のフィギュアコレクション、ガチャガチャですね。京都鉄道博物館のフィギュアコレクションのガチャガチャあるんですよね。2回やってみましょう。1回400円いきます。ガチャガチャ。こちら2回回してきたので開けていきたいと思っております。はい、見た目はこんな感じですね。京都鉄道博物館フィギュアコレクション、おなじみ海洋堂のフィギュアですね。全6種類。そしてぐるっと回すとこう、はい、京都鉄道博物館×海洋堂オリジナル鉄道フィギュアコレクション、こうですね。はい、そしてラインナップが6種類、トワイライトエクスプレス EF81、EF58、500系新幹線 DD51、そしてキハ81、そして4571号機の山口号ですね。僕が欲しいのは山口号と500系かな。で、音がそれぞれ違うんで、多分違うものが入ってると思うんですけど、とりあえず最初なんでダブりさえしなければいいですかね。じゃあどっちから行こうかな。じゃあカタカタするのを後にしよう。こっちから行きます。はい、行きますよ。うわ、楽しみやな。じゃあ行きます。オープン。ででーん。お、来た500系。あ、嬉しい嬉しい。これはあ、ちっちゃ。こんなサイズなんやね。もうちょっとでかいんかと思ってた。あー、よかった、500系。よし、じゃあこの紙切れ見ましょうか。あ、ここにもうラインナップ書いてるね。はい、せっかくなんでもう一度ラインナップをいきましょう。京都鉄道博物館フィギュアコレクション、山口号でしょ、 EF58 でしょ、トワイライトで、キハ81で、500系新幹線 DD51。 全部京都鉄道博物館に保存されている車両です。裏がこう、開けましょう。じゃあもう一個開けよう。これで4、5、7が来たらもうパーフェクトなんですよね。何かな、いきます。せーの、ドン。お、あ、 DD51。 あ、イージーじゃないですか。いいじゃないですか、悪くない。紙は多分一緒やね。じゃあ、500系新幹線の方から出していこうかな。はい、台座のパーツがこのように分かれています。で、組み立てる。で、ここに500系新幹線を乗せると。ちっちゃいで、これよ。おお、できた。はい、こちら500系521型新幹線先頭車両ですね。おお、これはほんとちっちゃい。わかるよね、サイズで。裏にもちゃんと500系って入ってる、うん、あー、よかった、500系出て。裏側は海洋堂って書いてますね。上はこうなんですけど、青一色って感じですね、上は。でも思ってたよりちっちゃかった。500系出てよかった。よし、じゃあ続いて DD51 オープン。てってれー。はい、はい、こちらが DD51 ディーゼル機関車ですね。おお、客車を引いて、これは橋を渡ってるとこですね。こんな感じ、すごい遠近感が出てますね。で、フィギュアの車両はすごいちっちゃいです。このサイズですからね、まあ、取れはしないですけど、上から見るとこうなんで、手前から奥にかけてこうギュッとこう遠近感とかちっちゃくなってる感じだね。ああ、いいね、なかなかいいじゃないですか。はい、というわけで今回は京都鉄道博物館のフィギュアコレクション、これを回してきたよというお話でした。500系と DD51、457が欲しいので、また行ったらひょっとしたら回してくるかもしれないですね。あ、そしてこのガチャガチャマシーンの場所なんですけど、あのミュージアムショップじゃなくって、梅小路の線形庫ありますよね。蒸気機関車庫、蒸気機関車庫の中にあります。C53 とか C59 の後ろ側に設置されています。もし遊びに行く際は、やってみてはどうでしょうか、ガチャガチャ。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございます。